無料 Wi-Fi および観光アプリの利用開始についてご説明いたします。本日3月25日からの大村花まつりの開催に合わせ、市内の観光スポット9カ所に無料 Wi-Fi を整備いたしました。合わせて市内の観光情報を発信する無料アプリ大村よかとこナビをリリースしました。このアプリでは大村の観光情報やクーポン付きのグルメ、買い物情報を取得できるほか、季節ごとにプレゼントが当たるスタンプラリーも企画します。このアプリは新しく開設した観光情報のホームページなどからダウンロードすることができます。ぜひ多くの皆さんにご利用いただきたいと思っております。なお英語、中国語、韓国語対応のアプリも3月31日に追加リリースする予定です。よろしくお願いいたします。続いて防災行政無線の運用開始についてご説明いたします。4月1日金曜日から大村市防災行政無線の運用を開始いたします。この防災行政無線は火災や防災、さらに市からの重要なお知らせを市内全域へ発信するシステムです。なお同日午前11時から市役所第8会議室で運用開始式を行います。式では私と村上市議会議長が開始ボタンを押して市内一斉に音声放送を発信いたします。続いて新編大村市史の発行についてご説明いたします。新編大村市史第4巻近代編を発行し、4月1日金曜日から販売を開始いたします。この近代編は幕末明治維新期の大村の活躍や軍との形成と大村市の誕生、近代に活躍した大村の人々などを収めた内容で、英語版のカラー717ページ、価格は税込み5000円となっております。数に限りがありますので、お早めにお求めください。続いて、長崎県年輪ピックボーリング大会、県リハーサル大会の開催についてご説明いたします。4月23日土曜日午前9時10分から大村 J ボールで第13回長崎県年輪ピックボーリング交流大会兼年輪ピック長崎2016リハーサル大会を開催いたします。この大会は今年10月に開催される年輪ピック長崎の本大会出場の選考会も兼ねています。会場では健康づくり教室や売店の出店、ミニちゃんぽんなどの無料振る舞いも行います。多くの市民の皆さんのご来場をお待ちしております。最後に大村花まつりの開催についてご説明いたします。大村公園の桜が開花し、本日3月25日から6月20日まで市内一円で大村花まつりが開催されます。大村公園では春の桜からツツジ、初夏の花しょうぶやアジサイまで楽しむことができます。期間中は日没から午後11時までライトアップを行い、幻想的な夜桜をお楽しみいただけます。また浦見の滝自然花園では4月2日から世界のシャクナゲ約6000本が楽しめるシャクナゲ祭りが開催されます。4月3日日曜日には大村神社境内で大村桜祭りが開催され、スイーツの販売をはじめ、2016年度大村フラワー大使の選奨式が行われます。
さらにこの日の午後2時30分から今年3月に2016ミス日本史のグランプリに輝いた田中さゆりさんと2014年度ミス日本ミス着物の尾崎優子さん、大村出身のお二人が駆けつけ会場を盛り上げていただきます。花の町大村をご家族お揃いでお楽しみください。以上で定例記者会見の説明を終わります。よろしくお願いいたします。